の上、チェコ相手に何もできず行く。ノルウェーやばくね？昨日の日本よりやばいっていうかサッカーになってなくね？クササッカー？ノルウェーが地雷だったなんて想定外、マジゴミ試合。ノルウェーチェコに負けました、マジでなんでこんなにも。ちなみにノルウェー代表のスタメンがこちら。ハーランドやっぱ小物やわ。勝てない。選手はハーランド、ボブ、オデガーなど一流が揃ってる。ハーランド周囲に有能がいないとザコ狩りすらできんのかい。ノルウェー VS チェコの試合、チックと総チェックとオデゴとハーランドしか知らん。代表の勝ち負けはあまり気にしないことにする。代表が弱くてもハーランドは世界一だし、イブラヒモビッチだってそうだった。久保も三笘も遠藤も冨安も自分のチームで大活躍すればそれでいい。伊東純也も今の代表に戻ってもね、フランスで大活躍すればそれでいい。ハーランドとベイル、ズラタンって被るよな。クラブでは圧倒的な成績残しても代表じゃ下手したらワールドカップ出れない国。ベイルはウェールズを史上初のユーロ出場に導いて、その大会で独力でベスト4まで持ってった化け物やぞ。64年ぶりのワールドカップ出場もおまけにやってのけた。ベイルとかムバッペ、メッシみたいに個人技で破壊できる理不尽漫画本物のスターだと思う。その点がロナウド、ハーランドにはないものだと思ってる。スター性って面ではロナウドにかなうものはいないけど、プレイ見てて面白いのは確かにメッシ。ハーランドがバロンとれない一番の理由これ。